ル競馬選手スタッフを代表して檜山隆監督より皆様へ1年間の感謝を込めてご挨拶を申し上げます。それではよろしくお願いします。まずは今日すごく悔しいです勝った時のコメントしか考えてなかったので申し訳ありません。ですが悔しい気持ちと同時に誇らしい気持ちもあります。今僕の後ろにいる選手たち、チームスタッフ、クラブスタッフ、本当に1秒も手を抜かずに今シーズン戦ってきました。それを皆さんが支えてくれたことに本当に感謝を申し上げます。クラブを代表して皆さんに心からの感謝を申し上げたいと思います。スポンサーの皆様、岡山県をはじめとする岡山市県内の行政の方々、そしてファンサポーターの皆様、2022年シーズンたくさんの応援とご支援をいただいたことに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。全力で戦ってきた、まだその先に我々には夢をつかむチャンスがまだ残ってます。残り4試合全力でやりきっていきたいと思います。やりますか？やりますか、みんなで。シーズンの最後のホイッスルがチームの夢を叶うホイッスルになるように全力で戦い切っていきたいと思います。よろしくお願いします。岡山2022シーズンホームゲームを共に戦ってくれた皆様に感謝を込めて監督、選手、スタッフがスタジアムを一周します。大きな拍手で迎えてください。